援しています。ありがとうございます。私はアコさんの性格が大好きなんです。はい、ね、口が悪いところもありますが、ほっといて優しい人、これじゃあかんねんな、優しい人、正直な人だと私は思うんです。 ありがとうございます、はい、ね、これがね、もっと楽しんで歌うっていうのがね、昨日ほんとイミジクもうちのあのマネージャーとマツと、なんだろうね、なんでこれが大型なんだろう、うちスタッフ割と大型多いんですよ、うち旦那も大型だしマネージャーも大型、知らない人みんな私のこと A 型っていう、まあ確かに、だってまあすごく細かくてというか、なんかきちっきちっきちっとしないと嫌なんですよ。そうです。で例えば明日のアッコにお任せなんてもう27年やってるんですよ、で台本って言ったって3ページぐらいしかないの。そうなんですか。うん、でいつも今日も元気な生放送アッコにお任せですって書いてあるの、うちのマネージャー赤瀬行くんですよ、アッコって書いてある。もうそれはもう私のマネージャーの仕事なのか、で例えば他の仕事でも引いてあって、そ引いたことによって私が何を喋るかとか、これは違うってことをマネージャーが分かんなきゃダメだと、本番始まってからではダメだっていうのがあるんで、なんかもうきちっきちっきちっとしないと嫌なんですよ。で自分の番組だとまだいいんですけど、アッコの重さ全然そういえば上がらないんですよ、生放送なんて。あ、そうです。あの扉の中にいる時も、扉オープニングで扉開いて出てくるじゃないですか、あの時もモニター見てあーとかね、で今リーブの社長が出てたりして、まあ、まだ契約あるんですけど、このおっさん私が出てる方がええのにとか言ったりしてるんですよそれでバーって言いかけた、正直なところが大好きです口が悪いところもありますがいえ、リーブさんお世話になってますいやそれでミネ君と一緒にイントロが鳴って、2人で顔を見合わせてってこうやって叩いて、はいよろしくお願いしますっつって、ドアが開いて表へ出て行ってるんですよ。2人でもう手叩いて一本打ってお願いします行くんですけど、歌だけはね、なんでこんな緊張するんだろうって昨日も言ったところですね。楽しんで歌ってみたいって。別の人なんですかね、お任せに出てる人と。別人ですね。別人だからなんですか。そうですね、もう歌手和田アキ子と、本当にあのタレント和田アキ子、はい、だから今年のディナーショーの初日は、はい、来週あの福島に行くんですよ。福島が初日なんですね。そうなんですよ、はい、それでなんかもう本当に前も言いましたけれども、10月の告知してすぐもう完売でね、いろいろ考えたんですよ。なんかあんまり歌詞の中でもね、例えば和田アキ子のヒット曲でいくと、まあ、笑っている人とか、あの鐘を鳴らすのあなたとかね、そういうのはいいんですけど、土砂降りの雨の中で、なんかとても悲しいわあなたと別れて、あこんなのどうかなとかって、じゃあ歌だから。それで、まあ、ディナーショーをやるってことは、やっぱり私から売り込んでるわけじゃないし、あの、なんか忘れちゃいけないけど、忘れたいってのもあるんじゃないですか。だから、そこへ持ってきてみんなで一緒に頑張ろうっていうことも必要だけど、私は和田アキ子らしさを持って、やっぱり和田アキ子は歌手だからさ、できること何ってやっぱ歌って、その歌謡コンサートじゃないけど、まあ人によって捉え方は違うけど、はあよかったとか、あ元気もらったとかって思っていただきたいから、どういう思いでいらしてくださるかわからないけど、やっぱ皆さんがもうチケットも完売したって早くからっていうことは、もちろん新潟にも行ったりするんですよ。で私が言ってる忘れちゃいけないことなの、ずっと私はもう子供たちがせめて学校へ行けるように、今小学校だった子が大学ぐらいに行けるぐらいまでできうる限りのことはしたいと思ってる時にね、こういうふうにあの呼んでいただいたら、もう昨日ちょっと話しておりますけど、もう下手でもいいな、一生懸命さえ歌えば。だから話もあれしちゃいけないこれしちゃいけないってやめようと、普通に喋って普通に歌って、それが下手でもいいと、もうあの幸せの力なんていうのもね、響けーとかって高い音なんですよ。そこの単音がちょっと響けーがしんどくて、届けーは出るんですけど、
同じ音なのに言葉によって違ったりねするけども、そんなことよりみんなで一緒にそのひととき一緒の時間を楽しめたらいいかな。だからちょっと今までと構成変えるんですけど、まあ今度のほらアルバムがメール、あメールじゃない、何言ってんの、エールだから、エール、はい、あエール、はい、イントネーションはエール、エールでしょうね、エール、エール、エール、はい、あエールだからやっぱり元気づけるっていう歌が多いんですよ。 そうです、その中からいっぱい歌おうっていうから結構私しんどいんですよ。練習してるだけで、リハーサルこの間の、何曜日やったんだっけ、2日前やったんですけど、それ2キロやつだからね、もう4まで。そうですか、はい、で今度明日お任せやって、明後日またリハーサル、それで終わりの、であとは正月番組とか、ほんで月曜日リハーサルして、火曜日は黒柳徹子さんとパチンコ対決取らなあかんし、別人格だよね、別人トロッコロ変わらなあかんから、その中でやっぱり頑張らなあかんってことますね。あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないじゃなくて、うん、孫さんの本気があれば、そう、和田公美さんに行ってくる、和田飛行聞かせに行ってくる、うん、はい、頑張ります。そんなアルバム「エール」は来週水曜日発売でございますが、はい、その中に収められているこちらの曲をお送りいたしましょう、はい、和田アキ子、もう一度二人で歌いたい。